はお客さんがこの点数をつけるとき、サービス A とサービス B をリンクさせないでそれぞれ独立して点数をつけているということになります。言い換えるとこれの点数というのはここはサービス A とサービス B の間に関係がありません。ですからお客さんはあくまでサービスを軸に評価をつけています。ですからもしかしたらここのエリア A の対策って点数のいいサービス A をもっと上げようとか、もしくは点数の低いサービス B をもっと改善しなきゃいけない、こういうアクションになりますよね。じゃあ一方こっちはどうかっていうと、さっき藤田さんおっしゃったようにある特定のお客さんがサービス A に高い点数つけたらその人はサービス B も高い点数でつける、逆もしかりでサービス A の点数が低い点数をつけた人はサービス B も低い点数をつけている。それは何を意味しているかというと、あるお客さんごとにサービス A か B の違いは関係なく満足度がそこに反映されてるんじゃないかなって考えるのが自然じゃないですか。例えばその人は来た時にすごくいい接客を受けてサービス A もサービス B もわこんなにいい対応してくれるんだならサービス A もサービス B も両方とも点数が高い、でもしくはあるお客さんはものすごいキラボな対応でサービス A とかサービス B とかその違いよくわかんないけどもうこんなとこ二度と来るもんかって例えば低い点数となると、こっちのエリア B の対策ってサービス A を個別にどうするかサービス B を個別にどうするかというよりはお客さん軸でお客さんの満足が両方とも低いってどういうことだろう、お客さんが両方とも満足が高いってどういうことだろう、そういう軸で何かアクションを考えることになるんですね。まあパッと思いつくのはお客対応接客っていうことだと思います。それがこことここの大きな違いなんです。今のはあくまで一例ですよ。相関を出てきたものをどういうふうに解釈して有効活用するかっていうときにこういう考え方がすごく重要なんです。あ相関が高かった低かったそれは重要ですよ。じゃあ高いってこの場合どういうことを意味してるの、それはどううまく使えるのっていうことです。もう一回言うと、こっちはここ A と B の点数の関係が全くないのでそれぞれのサービスごとに手を打つってことになります。こっちはお客さん軸で、低いお客さん両方とも低いお客さん両方とも低いお高いお客さんというのがいるのでお客さん軸で何か施策を考えなきゃいけない、そういう違いが分かるんです。これは100回この平均を眺めてても分からないんですよね。これがこの相関の面白いことであり、そういういろんな情報を引き出せるところに